ただいまより令和元年度郷土山形ふるさと探究コンテスト小学校の部ポスターセッションの開会式を始めます。県教育委員会では大切な目標として郷土に誇りを持ち地域とつながる心を育てるということを掲げています。これまでの学びの成果を十分に発揮してふるさとの良さやふるさとへの思いを伝えることができるよう心から応援しております。それでは審査員を代表いたしまして NPO 最上理事長の沼野恵様より励ましの言葉をいただきます。皆さんのふるさと探求の成果を楽しみにしています。ふれふれみんなです。これからアイラブ中山の発表を始めます。れ今日は皆さんに私たちが大好きな中山のためにこれまで2年間どんな思いで活動をしてきたのか発表します。中山町にはたくさんの魅力がありますが、ここでは2つについて紹介します。1つ目は芋煮会です。実は中山町が芋煮会の発祥の地だということを皆さんは知っていましたか ?2 つ目はひまわりです。町のシンボルにもなっていて、町の至る所にひまわりが植えられています。しかし今、中山町の現状は悲しいことになっています。一つ目は町の人口が減ってきていることです。二つ目は観光客が少ないことです。こんな現状から私たちは中山町を何とかしたい、もっと良くしたいという思いで活動してきて、1年前に実現できたのが町のひまわり迷路です。町長さんや町議会議員さんたちに提案して実現することができました。また去年から活動の幅を広げて10チームに分かれて活動を続けています。流し芋煮チームではみんなで楽しめる流し芋煮のよう流しそうめんのように流し芋煮はできないのかと考えたのがきっかけです。昨年はペットボトルをつないでやってみましたが水漏れが起きてしまいました。鎌倉芋煮チームでは鎌倉の中で芋煮を食べたら冬でも楽しいひとときになるのではと考えました。しかし大きな鎌倉を作ることはとても難しく危険だと分かり、鎌倉を自分たちで作ることは断念しました。元祖芋煮会で花火チームでは町のイベントである元祖芋煮会で花火を打ち上げてはどうかという提案です。しかし花火は費用が高額なことから自分たちでの打ち上げは断念しました。キャラクターチームではひまわりをモチーフにしたキャラクターを制作しています。きっかけは町のキャラクターが町の人にあまり詳しく知られていないと感じたため、町の魅力が分かりやすく親しみやすいキャラクターを作ろうと始まりました。ひまわりアーチチームでは中山町のひまわり迷路の入り口にひまわりのアーチを作ろうと考えています。アーチに必要な大きさ、土台や支柱の素材などを考えて計画しています。今は造花で作品を作っているところです。これまでのアイラブ中山の活動を通して仲間と協力する力、人に思いを伝える力など様々なことを学びました。たくさんのことを学んだ私たちのアイラブ中山ですが、私たちは次の春には中学校へと進学します。活動は終わりを迎えてしまいますが、私たちの中山へは終わりません。はい、ラブ中山の発表を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんがいろいろ取り組んだ中で子どもの力だけでは難しかったというふうに感想がありましたけれども、どういうところをね他
の力を借りたらよくできたのになと思うことありますか？鎌倉芋にチームなんですけど、鎌倉を作るには子どもたちの力ではすごく難しくて、業者専門の人に頼むにしてもすごく費用がかかってしまうので、ここでは子どもたちの力ではすごく難しくて断念しました。なるほどね、ありがとうございます。私たち山形大学附属小学校4年生は、山形っていいですねと考え、山形県の魅力を探っています。去年私たちは山形市について学びました。そんな中、山形和傘を作っている古内さんに出会いました。なんと県内で作っているのは一人だけになってしまったそうです。ここから私たちの学びはどんどん広がっていきます。5月には山形市を飛び出して庄内地方へ行きました。そこには町会の森、日和山公園、最上川、三居倉庫、慶応義塾大学、羽黒山、山形とは様々な景色がありました。山形の魅力ランキングは上がってきてはいるけど、まだ20のない。日本に来ている外国人観光客は増えてきてはいるけど、山形には 0.3% しか来ていないということが分かりました。どうすれば山形の魅力がもっと伝わるだろう。これらの実現に向けて僕たちの活動がスタートしました。私たちはまず山形県の良いところについて話し合いました。また日本遺産にもなっている山寺について調査することにしました。1回目は山寺で生まれ育った遠藤さんにお話を聞きました。すると山寺は心の支えとなる場所、大切な場所ということが分かりました。そこで私たちはもっと良くするためにはどうしたらいいかをインタビューしました。すると体が不自由な人たちも自由に見られるようになったらいいな、もっと体験できるようなところがあったらいいな、せっかく山寺に来たんだからもっとおすすめな場所を教えてもらえると嬉しいと、という意見が出てきました。山寺での沿道野菜へのインタビュー、観光客へのインタビューを通して6つの追求する課題が見えてきました。どうすれば山寺の魅力が伝わるか、そう考えた時、2つの日本遺産である山寺と羽黒山をアピールしたらいいのではないかと考えました。羽黒山について山寺に来ている人たちが知っているか知っていないかについてをインタビューしました。また羽黒山にも行ってみたいですかと質問してみました。その結果がこちらです。知ってるけど行ったことがないという人が多かったです。だから山寺と羽黒山を巡る旅行プランを考えました。車だと10時間42分、電車だと6時間24分、バスだと6時間13分で行けることが分かりました。1日で羽黒山を登るとすると、ものすごい時間がかかってしまいます。宿坊という泊まる場所があったので探しました。昔は336泊まる場所がありましたが、今は33になりました。大好きな山形県を多くの人に伝えられるように自分たちにできることを探求していきます。そして当たり前の素晴らしさにあふれるふるさと山形県の魅力を私たちから発信し、たくさんの人と一緒に山形大好きを国内外につなげられるような活動を目指します。レイ。発表も素晴らしかったんですが、ずっと皆さんの発表を聞いてて、質問なんというよりも僕が今すごく心が満たされているのは、山形の魅力、羽黒山、山寺、ずっと心の中で今反芻していたのは、君たちのような存在そのものが
山形の一番の素晴らしい魅力なんだということを教えられました。ありがとう。紅花ってすごい。皆さんこれを見てください。これは私の好きなジュースですが、この黄色はなんと紅花の色素からできているのです。その他にもこれまで紅花のたくさんのすごい力を見つけたので、これから発表します。僕たち4年生は総合で紅花を育てることにしました。きっかけは5年生から種をもらったこと、山形県のお花だからです。紅花の種類。僕たちが育てた紅花は最上紅花です。紅花のことを昔は紅、紅愛などと呼んでいました。紅愛というのは中国の呉の国から伝わった染料という意味で付けられたようです。溶けなし紅花、溶けなし紅花は生け花などに使われます。トゲがないのでびっくりしました。紅花は食べられる。4月の終わりに撒いた紅花が15センチくらいになったら間引きをしました。若菜の葉にはまだトゲがありませんでした。私たちは紅花だけ食べられると思っていたけど、若菜も食べられるのでびっくりしました。間引きした若菜を捨てないで食べられたのでよかったです。間引きした後はとても成長しました。紅花料理紹介。紅花若菜で作られる料理は、若菜ポタージュ、若菜とちくわのかき揚げ、若菜団子です。若菜ポタージュは三つ星レストランで出そうな味がしてとても美味しかったです。若菜とちくわのかき揚げはサクサクしていて美味しかったです。若菜 そのものの味もとてもしてさらに美味しかったです。若菜団子はきな粉と若菜の味がよく合わさっていて美味しかったです。花も食べられる。私たちは乾燥させた紅花の花びらを使ったジェリーを作りました。紅花の栄養、紅花にはビタミン、カルシウム、リンなどの多くの栄養が含まれています。7月、紅花すり染め。紅花研究家の大山瑠璃子先生からいろいろ教えていただきました。紅花の色素は 99% が黄色、赤い色素はたった 1% です。たった 1%？ 紅花で染めた布は体を温めたり物を腐りにくくします。エジプトではミイラを包むのに紅花染めの布を使うこともありました。紅花ってすごいんですね。魔法のすり染め。まず紅花の花びらを取って型に色を出します。黄色になるまで押し続けます。完全に黄色になったら魔法の液体クエン酸につけます。そしたらなんと黄色だったのが赤色に変わります。これがその時作ったすり染めです。上手にできたハンカチ染め。ハンカチ染めではいろいろな模様ができました。模様は割り箸や輪ゴムでつけます。乾くと可愛いピンクになります。これがその時作ったハンカチ染めです。僕たちの学校は今年140周年を迎えました。それでこの黄色い色素で髪を染めてお祝いのコースターを作りました。これがその時作ったコースターです。芭蕉と紅花。芭蕉が46歳の時、弟子の河合空を連れて奥の細道の旅に出ました。そして7月13日に星野庄の前を通って椅子蔵に入りました。なんと綺麗な花なのだ。本当にそうでございますね。舞い吐きをお迎えにして紅の花
芭蕉が300年以上も前に星犬に来たなんてびっくり。そこには今でも前履きの句碑があるので、ぜひ行ってみてください。まとめ。このように紅花は染め物をしたり、ドライフラワーにして飾ったり、食べたりできることが分かりました。他にもお化粧や魔除けの印に使われたり、薬などとしても使われてきました。私たちの暮らしの中には他にもこんなにたくさんの紅花を使った食品があり、ますます紅花ってすごいなと思いました。剣道では見てよし、染めてよし、食べてよしという紅花の運動をしています。これからも紅花の魅力をたくさんの人に伝えていきたいです。レイ。実は紅花が皆さんのどういうものに使われているかということを僕は初めて知ったこと、ずいぶん多くて正直言って驚きました。どうかこれ皆さんの発表が、天童市の観光とか文化とかそういったところにぜひ本気になって頑張ってコラボしに行ってください。まだまだ知らないことがこんなにもあるのだということで驚きました。どうもありがとう。お料理を若菜でやってましたけども、どなたからそういうお料理の仕方っていうのを習ったんですか？大山瑠璃子先生のレシピと、おいしい山形のホームページとクックパッドで調べました。止まってしまいました。そんな時
こんな友達の声が聞こえてきました。じいちゃんの後を継いでなんとなく農家になろうと思っていた。でも朝ピース大作戦を通して朝日町にしか出せないあったすかさが伝わる、そんな作物を作れる農家になりたくなったよ。この活動をきっかけに僕たちや関わった人たちに朝日町を思う気持ちが芽生えること、それが大切なんだ。活動を通して分かったこと、それは僕たちが朝ピースの種をまく人になれたらいいということです。この種がじっくり育って時間をかけて広がっていく手助けを私たちはずっと続けていきます。これで発表を終わります。皆さんの最後のこの活動のゴールというのは、それぞれの皆さんの人生のステージ、その夢のことですか？まあ、そんな風に、まあ、みんなが朝日町を誇りに持ってくれれば、まあ、それでいいなと思います。はい、いよいよ審査結果の発表です。最優秀賞を発表します。令和元年度郷土山形ふるさと探究コンテスト小学校の部、栄えあるふるさと探究大賞を受賞されたのは、天童市立星野の小学校の皆様です。おめでとうございます。貴校は郷土山形ふるさと探究コンテストにおいて、ふるさとの人、自然、文化、歴史、産業等に学び、仲間と共に成果を発表し、最も優秀な成績を収められました。